2024年度の入学者選抜試験の説明を始めます。その1、総論及び特待生選抜。入試説明に関する動画ファイルは、その1からその4まで。また、奨学金の説明については別に動画ファイルがございます。本学は多様な選抜を用意してございます。大きく分けて3つの入試区分があり、1、高校の成績が良い方は学校推薦型選抜。自己 PR できる、例えば資格ですとか課外活動ですとか強い志望動機がある場合は総合型選抜。そして筆記試験に自信がある、一発勝負に強いという方は一般選抜や大学入学共通テスト選抜を利用する入試の区分があります。用語についてご説明します。TFU とは東京富士ユニバーシティの最初のアルファベットを取ったものです。TFU スカラシップ制度とは東京富士大学独自の奨学金制度のことです。対象となる選抜は特待生選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、そして大学入学共通テスト利用選抜です。遠隔地受験者、検定料、免除制度対象入試は、通信制高校を除く北海道、九州、沖縄の高校出身、あるいは卒業見込みを含む方の入学検定料を免除する制度です。対象となる選抜は、特待生選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、及び大学入学共通テスト利用選抜です。特待生選抜とは、優秀な学生を特待生として選抜します。出願資格は、次の各校のすべてに該当するものとして1から3までございます。読み上げますと、日本の高等学校もしくは中等教育学校を2023年3月に卒業したもの、および2024年3月に卒業見込みの方です。本学のアドミッションポリシーを理解し、本学を第一志望とする方、かつ合格した場合、本学に入学することを確約できる方、宣願ということです。そして、調査書において全体の学習成績の状況が 3.5 以上であり、欠席回数が15回までのものです。検定料は3万円となっております。特待生選抜は10月21日に行います。選抜方法は小論文もしくはプレゼンテーション、そして面接と書類審査がございます。検定料は3万円。特待生選抜の不合格者の再受験は、総合型選抜の B 日程、そして学校推薦型選抜指定校生の11月18日のについてのみ、1回に限り検定料はいただきません。希望者には特待なしの入学の合否判定も行います。小論文に関して、検定や資格などによる小論文試験の免除制度がございます。プレゼンテーションのテーマとしては、将来計画、大学入学後の学習計画及び卒業後の進路についてプレゼンテーションをしていただきます。時間の目安は、プレゼンテーションがおよそ8分程度、そして面接官との質疑が5分程度ございます。プレゼンテーションの方法は、
パワーポイント、ポスター、模造紙に書いたりですね、そのようなものでもよし、動画でも結構です。面接の概要は動画ファイルその2の推薦型選抜面接試験の概要をご覧ください。何かご不明な点や不安なことがございましたら、東京富士大学ホームページより受験生応援サイトの下の方にありますお問い合わせフォームからお問い合わせください。またお電話や E メールでもお待ちしております。入試説明その2、学校推薦型選抜および面接試験の概要を始めさせていただきます。本学には多様な選抜がございます。本学を第一志望として合格した場合は入学を確約していただく推薦型、総合型、そして特待生の選抜があります。一方、他大学も受験するという、一般選抜、そして、大学入学共通テスト利用選抜があります。学校推薦型選抜、指定校制の選抜について説明いたします。入学意欲が高い方ですね、東京富士大学にぜひ入学したいという入学意欲の高い方、そして高校生活を通じて学力の3要素を身につけるために、一生懸命励んだという方、そういう方には学校推薦型選抜を、お勧めいたします。出願資格は、1から5まで、書いてございますが、読み上げます。1、本学指定の高等学校もしくは中等教育学校を2024年3月に卒業見込みの方。2つ目、経営学関連の学科目に対する学習意欲に富み、出身学校長の推薦を受けられる方。3つ目、本学を第一志望とする方。合格した場合は本学に入学することを確約できる方。4つ目、本学のオープンキャンパス個別相談会、平日キャンパス見学会などで大学に来ていただいて教職員と面談した方ですね。遠方の方などはウェブでも結構ですが、本学に来ていただいて事前面談をしていただく必要がございます。そして最後に5つ目、学習成績の状況及び欠席日数の基準条件を満たしている方、これは各高等学校にお問い合わせください。表にしてございます。このような方におすすめ。まず入学意欲が高い方、東京富士大学で勉強したいという入学意欲の高い方、そして高校生活を通じて学力の3要素を身につけることに励んでバランスよくそれらを身につけたという方、そして学校の推薦枠が取れる方。注意点としましては、学習成績の状況ですね。評定平均が各学校で決められていますので、そちらは高校の方にご確認ください。出欠状況は欠席が通算15日まで。そして、本学に来ていただいて事前に面談していただくということです。ウェブでも結構です。そして本学は経営学部でありますので、人間社会、そして企業経営の新しい動向や変化に対する興味が面接で聞かれますので、そちらを確認してください。評価対象は提出書類と面接です。
験日は11月18日になっております。面接と書類審査がございます。検定料は3万円、特待生選抜ですね、10月21日にあります特待生の選抜で、不合格になってしまった方の再受験は、総合型選抜 B 日程11月18日、そして学校推薦型選抜11月18日についてのみ1回に限り検定料は不要です。大学入学後の学習計画及び卒業後の進路について400字程度で将来計画を書いてください。受験にあたりましては出願前に面談を受けて来校証明書の受領が必要となります。面接、書類審査などを総合的に判断して優秀な方はスカラシップが対象となります。本学の面接の特徴について説明いたします。面接は推薦型、総合型、特待生型すべてで面接がございます。面接官の人数は受験生1人に対して面接官は2人、2名です。時間はおよそ15分から20分程度。質問の例としましては、まず最初に志望動機が聞かれます。そして高校時代に力を入れたこと、大学で勉強したいこと、将来何になりたいかなどが聞かれます。提出された課題や将来計画書などについての質問もあります。その他、アドミッションポリシーに即した入学者であることを確認する質問もあります。アドミッションポリシーというのは、学生募集要項に書いてありますので、そちらの方をご覧ください。まず、面接の概要としまして、推薦型の学校推薦型選抜の、面接の概要を説明します。実施方法は面接官の人数、受験生1名に対して面接官2名、時間は15分から20分程度。そして面接における評価のポイントは志望動機や就学意欲並びに思考力、判断力、表現力などの能力及び主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度があるかどうかというところが見られます。この推薦型選抜固有の評価ポイントとしましては、高校生活を通じて学力の3要素をバランスよく醸成しようと努力したこと、そしてそれら努力を通じて得たものを将来あるいは本学での学習につなげようとする意欲や態度が見られること、そして、経営学部ですので企業経営の新しい動向や変化に興味を持っているかどうかというのが、見られます。総合型選抜の面接ですが、こちらも面接官の人数、時間は同じく、およそ受験生1名に対して面接官2名、時間はおよそ15分から20分程度、変わりありません。面接における評価のポイントは、志望動機や就学意欲並びに思考力、判断力、表現力などの能力及び主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度の有無、これも推薦型と変わりありません。選抜固有の評価ポイントとしましては、総合型は課題型と活動実績型に分かれますので、課題型の方は、課題を提出した方は課題レポートに関する質問があります。そして活動実績型で、受験した方は部活や生徒会、資格などで秀でた成果を上げていること、
それら努力を通じて得たものを将来や本学、東京富士大学での学習につなげようとする意欲や態度が見られること。こちらがこの総合型の評価ポイントとなっております。特待生選抜の面接は、実施方法や面接における評価のポイントは、他と変わりありませんけれども、選抜固有の評価ポイントは学力、品行ともに優れていることとなっております。本学では受験生のサポートがさまざまな形で提供されておりますので、ぜひ利用していただきたいと考えます。平日キャンパス見学会は平日の9時から16時まで。入試や奨学金に関するわからないこと、不安なことに個別相談を受け付けております。総合型選抜の対策講座というのも平日9時から16時までございます。こちらの方では課題作成や面接対策などをお手伝いさせていただきます。お問い合わせ、申し込みは東京富士大学ホームページの受験生応援サイト下の方に行きますと、お問い合わせフォームというのがございますので、そちらよりお申し込みください。入試説明その3、総合型選抜について説明いたします。本学では多様な選抜が行われております。本学を選願といたします、推薦型選抜、総合型選抜、特待生選抜、そして他大学も受験するという一般選抜、大学入学共通テスト、利用選抜がございます。例を取りまして少しご説明させていただきます。まあ、A さんと B さんがおりまして、A さんは勉強がすごく得意です。B さんは勉強はそれほど得意ではないけれども、課外活動を頑張ってきましたという B さん。課外活動では主体性を持って行動して、そして目的に向かって努力し、そしてその過程で思考力、判断力、表現力などを身につけたということができると思います。十分評価に値する学生です。総合型には長所を生かせる3つのタイプをご用意しております。課題型、活動実績型、そして卒業生子女等型の3つです。卒業生子女というのは、ご両親や、兄弟姉妹が、本校の東京富士大学の卒業生である、あるいは、在学中でももちろん結構です。そのような方に、出願資格がございます。そしてこの3つのタイプにはそれぞれ提出していただくものが、異なります。課題型は課題レポートの提出、こちらは何について書いていただくかというのは、レポート課題は学生募集要項の方に記載してございますので、そちらをご覧ください。そして活動実績型は、部活動などで目覚ましい成果を上げた方に、その活動報告の内容を提出していただくことになっております。卒業生子女等型では、将来計画書の提出が必要です。そして評価対象というのは、応募書類と面接ですが、卒業生子女等型の面接では人間社会や企業経営の新しい動向や変化に対する興味というのを面接で確認することになっております。どのタイプも選願となっておりまして、合格した場合は入学を確約していただくというものになっております。課題型の場合は、
学力テストというのは筆記テストとか期末テストとかですね、そういう筆記テストがちょっと苦手だなという方ですね、そういう方はこちらの課題型で受験していただくことができます。800字のレポート課題を出願時に提出していただきます。これは高校の先生に相談したりですね、あるいは自分でインターネットで調べたり、じっくりと取り組む時間がありますので、一発勝負に苦手な方はこちらが良いのではないかと思います。2022年度にはどのような課題が出題されたか見ていきましょう。新型コロナウイルスの感染拡大と拡大防止策のために人間社会の共同協力して働くことが脅かされています。私たちの生活をさまざまな面から支える企業活動もその例外ではありません。そこで以下の問いについてさまざまな資料を調べたり、周りの大人たちに意見を聞いたりした上で、あなたの考えを述べてください。1、新型コロナウイルスの影響によって、企業はどのような影響を受け、どのような対策を講じたのかを調べ、その内容を具体的に述べてください。2、1の内容を踏まえて、あなたが経営者ならば、どのような対策を講じるか、あなたの考えを述べてください。課題型は3つのうちから1つを選んで書くことができます。800字のレポートを作成して出願時に提出していただきます。課題は募集要項に書いてあります。課題レポートの書き方を少し具体的にお話しいたします。まず課題レポートの構成というのは、序論、本論、結論と大きく3つに分かれております。最初の序論では、このレポートで明らかにしたいことを書いていただきます。例えば先ほどの新型コロナウイルスの課題ですけれども、各企業がどのような影響を受けたか、そして新型コロナウイルス対策はどのように、対策をどのように取ったかということをまず明らかにしていただいて、そしてもしあなたが、経営者であれば自分はどのような、対策を取るかという答えをまずここで述べていただきます。問いに対する答えを最初に述べていただきます。そして次に本論は、証拠を挙げながらどうしてそのような結論に至ったかという道筋を、明らかにします。で最後の、結論では、ここでまとめていただくことですけれども、最初に述べた、自分が出した問いに対する答えですね、それを、もう一度繰り返し述べてください。全く同じ言葉で、同じことを繰り返すのではなく、少し表現を変えてみましょう。先ほど大きな問いはすでに課題に提示されていると説明しましたが、それはどのようなものであるかというのを2022年度の課題を例にとって少し詳しくご説明いたします。まず1つ目、新型コロナウイルスによって影響を受けた企業活動における共同にはどのようなものがあるのか、これが大きな問いです。そしてそれを明らかにしていくことが必要です。2つ目、1は具体的にどのような影響を受けたのか、3、2に対して企業はどのような対策を行ったのか、そして最後にあなたが経営者ならばどのような対策を講じますかというのが問いでした。そして例えば、
新型コロナウイルスによって影響を受けた企業活動における共同を全部書いていてはとても800字では書ききれませんので、自分なりに絞り込む必要があるかと思います。ここで、注意点を少し書きますと、事実と意見と感想を区別するということです。課題レポートは基本的に感想文ではありませんので、感想はいらないということです。こちらの事実の例ですけれども、富士山の標高は3776メートルである。個人差もあるが、高山病はおよそ3000メートル以上の高度で起こる。これが事実。そして意見は、富士山に登るときは高山病対策が求められるですね。これが意見となります。感想は、課題レポートでは、書く必要は、ございませんので、例えば、富士登山には高山病のリスクがあるので不安だということは書かなくてもよいということです。次の注意点について例にとって説明いたします。もし富士山が標高3000メートル以上ならば、富士登山の際には高山病の発症リスクが高まる。富士山の標高は3776メートルである。つまり3000メートル以上です。ですので結論として、富士山に登るときには高山病対策が求められるということになります。注意点の、その2ですけれども、事実には引用注をつけるということですね。これは慣れてない方もたくさんいると思いますので、ちょっと簡単に説明しますと、文章が長い場合の直接引用ですね。直接引用するときはこの鍵括弧をつけてください。そしてそれがその著書の何ページに書かれていたかというのも明記する必要があります。文章が長い場合は、長い場合の直接引用は、このように文章でそのまま、個人差もあるが高山病はおよそ3000メートル以上でうんぬんという、そのまま直接引用をしていただくこともできますけれども、800字ですので、そんなにたくさん、書き連ねることはできませんので、それをまとめてですね、要約して、間接引用という形で書いていただくこともできます。そうすると少し字数は足りなくなって、このようになります。そして、山本さんが書いた、2000年に出版したものの、203ページという、こともここに記載する必要があります。レポートを書くにあたって何を参考にしたかという、何から引用したかという参考文献の一覧をつける必要があります。これも慣れてない方が多いと思いますので、かいつまんで説明いたしますと、例えば著書である場合、著書の題名ですね、本の題名を、二重括弧でくくるとか、あるいは、論文などのタイトルは鍵括弧を用いるですとか、ホームページを利用したときはホームページから引用したときはどうするとか、そういったことは、総合型選抜の、対策講座ですね、平日9時から16時までやっておりますので、そちらの対策講座でもお手伝いいたしますので、ぜひ、総合選抜対策講座を利用してください。そして次に総合型選抜の
活動実績型、こちらは、例えば英検ですとか、あるいは簿記検定などのそういった資格を頑張って取った、あるいはクラブ活動、部活で一生懸命頑張って、結果を残した、あるいは生徒会活動を頑張った、ボランティア活動に力を入れた、あるいは留学をしたなど、そのような方が、活動報告書を出願時に提出していただきます。受験日ですが、第1回は10月21日、そして最後が3月11日となっております。全部で5回実施いたします。随時型というのは、学校行事などやむを得ない事情で、大学が認めた場合には、日程を個別に指定して実施いたします。遠隔地の受験者に対しては、検定料を免除する制度の対象の入試となっております。検定料は3万円です。同一年度の総合型選抜を受験済みの場合は、一度に限り検定料が不要です。また特待生選抜の不合格者の場合の再受験は、総合型選抜 B 日程、そして学校推薦型選抜のいずれか一度に限り検定料はいただきません。本学の面接の特徴を簡単に説明いたしますと、まず15分から20分程度であるということですね。質問内容は志望動機、提出された課題や将来計画書などについて、そして高校時代に力を入れたこと、そして自分の長所ですとか短所、それらを分析していただくということですね。その他、アドミッションポリシーに即した入学者であることを確認する質問もあります。こちらのアドミッションポリシーというのは、募集要項に書いてありますので、そちらをご覧ください。面接の詳しい説明は、動画ファイルその2の方で、説明をしておりますので、そちらの動画ファイルをご覧ください。推薦型選抜、総合型選抜の、面接では、過去にどんな経験をして何を学んできたか、そして現在、大学で何を学ぼうと考えているか、そして将来はどのような職業についてどんなことをしたいか、そのようなことをお聞きいたします。受験生の皆さんへのアドバイスですが、こちらは推薦型、総合型、一般選抜、そして大学共通テスト、利用のすべての受験生の皆さんに共通なことですが、まずは今現在やっている勉強が一番大切ということです。しかしながら学力は一つの判断要素でしかないので、本学ではさまざまな形で選抜をいたします。そして受験は将来を考えるためのきっかけになります。そのためにはなるべく早めに行動に移していただきたいということです。受験生のサポートとして、平日9時から16時まで、平日キャンパス見学会や総合型選抜対策講座を開いております。入試や奨学金に関するわからないこと、不安なことにお答えする個別相談を受け付けております。また、総合型選抜対策講座では、課題作成や面接対策などをお手伝いいたします。お問い合わせ、お申し込みは、受験生応援サイトから、あるいは電話、E メールにてお待ちしております。入試説明その4。こちらでは、一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜についてお話しいたします。
一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜は、いわゆる併願、他大学も受験をしようと考えている方に向いております。一般選抜は併願を考えている方、受験勉強を頑張ってきたので、その努力を生かしたいという方、共通テストを利用した選抜では、大学入学共通テストを受ける予定があるので、その試験結果をぜひ利用したいと考えている方、そういう方に向いております。一般選抜の試験日は、1期が2月2日、2期が2月29日となっております。1期は A、B、C と3つの方式がございまして、A 方式は英語と国語と2科目で判定いたします。B 方式は、英語、国語、どちらか1科目のみで判定いたします。C 方式は、英語の筆記試験を受けていただいて、そして面接がございます。2月29日の試験日の方は、A 方式と B 方式のみです。そして、奨学金ですね、TFU スカラシップの適用希望者は、A 方式で、つまり2科目判定の方で受験していただく必要があります。また、英語はみなし得点制度というものがありまして、例えばですが、実用英語技能検定、英検ですね、そちらの、例えば準2級を受けたことがあるとか、そのような方は、外部受験の得点を、英語の試験の得点に変えて判定するという制度がございますので、そちらに興味のある方は、学生募集要項の方をご覧ください。そちらに詳しいことが書いてあります。そして、検定料は3万円です。また、同じ期の大学入学共通テスト利用選抜と同時に出願した場合は、一般選抜の入学検定料のみ、つまり3万円で受験できます。大学入学共通テストの結果を利用した選抜の方ですが、こちらも1期と2期があります。出願期間はそれぞれ1月22日から26日まで、そして2期が2月13日から21日までとなっております。評価する科目は、英語、国語、地理歴史、公民、数学、理科の6教科中の一番良い点数2科目で、評価いたします。また、英語と国語はどちらかの科目を1科目必ず評価させていただきます。詳細は募集要項でご確認ください。そして、こちらもスカラシップ奨学金の対象入試となっております。検定料は1万5000円です。ただし、同じ期の一般選抜と同時に出願した場合は、一般選抜の入学検定料のみ、つまり3万円で受験することができます。平日キャンパス見学会が9時から16時までありますので、こちらの方で入試や奨学金に関する何か不安に思うこととか、よくわからないことがございましたら、個別相談を受け付けておりますので、ぜひこちらにお問い合わせください。お問い合わせやお申し込みは、東京富士大学のホームページより、受験生応援サイトから下の方に、お問い合わせフォームがございますので、こちらでお問い合わせください。また、電話や E メールでもお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。それでは、
TFU スカラシップ制度奨学金の説明をいたします。TFU というのは東京の T、 富士の F、 ユニバーシティの U、 頭文字を取って TFU スカラシップと呼びます。本学の TFU スカラシップ制度は一切返還不要です。そして最も減免額の多い A 特待は入学金以外の授業料などが全額免除されます。そしてこの TFU スカラシップ制度における授業料の免除等は継続条件を満たしている限り4年間継続します。継続条件というのはこの後でご説明いたします。特待制度の減免額は次のようになっております。一般入学は大学に納めていただく金額が444万円、 C 特待は354万円、つまり90万円の減免額です。 B 特待は264万円、減免額が180万円です。 A 特待は入学金20万円のみの学納金となっております。スカラシップの対象となる入試は次のように4つの選抜があります。どのようにして A 特待、 B 特待、 C 特待と判定されるかについてはそれぞれの選抜で異なります。特待生選抜は小論文もしくはプレゼンテーション、そして面接、書類審査の総合評価で決まります。評定平均が 3.5 以上、通算の欠席回数が15回までとなっております。動画ファイルその1の方で特待生の選抜については詳しく説明してありますので、もしこちらにご興味のある方はぜひそちらの、ファイルその1の方もご覧ください。推薦型選抜は面接、課題、そして書類審査で判定されます。一般選抜は、2科目受験に限りますが、英語と国語、あるいは英語を筆記試験で受けていただいて面接をしていただく、その得点率で判定されます。大学入学共通テストを利用した選抜では受験科目中ベスト2科目の得点率、そして書類審査がございます。人数はそれぞれ若干名となっております。特待生の付与条件は次のようになっております。以下の要件を満たした申請者の中から特待生として認められるためにはまず申請していただく必要がありますので、その申請していただいた受験者の中から調査書や提出書類を考慮して総合的に判断いたします。特待生選抜と推薦型選抜は総合評価となっておりますが、一般選抜は A 特待の場合は2科目の得点が合計 90% 以上、そして B 特待は得点率が 80% 以上、 C 特待は 70% 以上となっております。大学入学共通テストの利用選抜は受験科目中の最も成績の良い2科目が得点率 90% 以上、B 特待では得点率が 80% 以上、そして C 特待では得点率が 70% 以上となっております。特待生の人数ですが、それぞれ若干名となっております。特待生の継続条件は、ランクによって異なります。A 特待は毎年度の成績が学部上位 10% 以内、B 特待は 20% 以内、そして C 特待は成績が学部上位の 40% 以内となっております。
そしてその特待生の資格が取り消される場合もあります。原則として毎年度の取得単位が30単位未満になったときは資格の取り消しとなります。これは4年生の時を除きます。30単位というのは一体どのくらいなんだろうと思うかも知れませんが、卒業に必要な単位数は124単位で、単純に4で割りますと1年あたり31単位取得できなければ4年で卒業ができなくということですが、4年次は就職活動などで時間に余裕を持たせたいということで、多くの学生は3年間でほとんどの単位を取ってしまうことも多いです。そうすると3で割りますと、40単位ということなので、一般的な学生であれば30単位というのは取得できる単位数です。入試や奨学金に関して個別相談を受け付けております。平日の9時から16時まで、何かわからないことや不安なことがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。またお問い合わせは受験生応援サイトから、あるいは電話や E メールでも結構ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。東京富士大学のホームページ受験生応援サイトより、下の方にお問い合わせフォームがありますので、ぜひお問い合わせください。また電話や E メールでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。2024年度の入学者選抜試験の説明を始めます。その1、総論および特待生選抜。入試説明に関する動画ファイルはその1からその4まで、また奨学金の説明については別に動画ファイルがございます。本学は多様な選抜を用意してございます。大きく分けて3つの入試区分があり、1、高校の成績が良い方は学校推薦型選抜、自己 PR できる、例えば資格ですとか課外活動ですとか強い志望動機がある場合は総合型選抜、そして筆記試験に自信がある、一発勝負に強いという方は一般選抜や大学入学共通テスト選抜を利用する入試の区分があります。用語についてご説明します。TFU とは東京富士ユニバーシティの最初のアルファベットを取ったものです。TFU スカラシップ制度とは東京富士大学独自の奨学金制度のことです。対象となる選抜は特待生選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、そして大学入学共通テスト利用選抜です。遠隔地受験者、検定料、免除制度対象入試は、通信制高校を除く北海道、九州、沖縄の高校出身、あるいは卒業見込みを含む方の入学検定料を免除する制度です。対象となる選抜は、特待生選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、および大学入学共通テスト利用選抜です。何かご不明な点や不安なことがございましたら、東京富士大学ホームページより受験生応援サイトの下の方にありますお問い合わせフォームからお問い合わせください。またお電話や E メールでもお待ちしております。